ん、でもなんかみんな超どんよりしとる。超迷惑やん、どんより犬。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで何しよったっけ今。目的、桜町で妖怪ウォッチの部品を探そう。え、なんかめっちゃ妖怪反応があるんやけど、この辺？あ、ここや。あ、待って、コマジロウじゃない？よね。ってことはもしかしてあっち側のコマ犬の方にはコマさんがおる？妖怪を見つけた。そういうことやない？違う？いや、何の反応もね。コマジロウだけなんか。ほんげー、もしかしてオラのこと見えてるずら？はい、バッチリ見えてますよ。ほんげー。ねえ、ふみあきってこのこと知らない？ここに来てたりしないかな？ふみあき？なんか知ってるような知らないような。あ、兄ちゃんの手紙。この前兄ちゃんから届いた手紙にそんな名前が書いてあった気がするずら。ん？一人旅に出ている？ほんと？その手紙見せてくれない？ずら、ちょっと待っててくれずら。なんだ、なくしたか。そろそろ見つかりました？見つかんないずら。え、お兄ちゃんからの手紙大事にしてあげて。あ、もしかしたらこの前花道商店街近くのお稲荷さんで兄ちゃんが無事に帰ってきますようにってお願いした時にポロッと落としちゃったの？ずら、悪いけどオラの代わりに取りに行ってくれないずら。え、待って待って、ポロッと落としたかもしれんなって思ったのに確認せんかったんかな。仕方ありませんね。では我々で手紙を取りに行きましょうか。うん、そうね。なんつった？花道商店街とは一体どこなんだろうか。もうとりあえず行きよったらわかるか。この辺に商店街、ここか。ここのあれ、神社ではない、もしかして。あれ、ちょっと待って、どっか入ってったんやけど、これお稲荷さん通りの名前なんや。なるほどね。いや、わからんって。カゴのお守りゲット。ここか。いや、やっぱ神社っていうか祠みたいな感じ。はっ、コマさんの手紙を手に入れた。おお、これこそきっとコマジロウが落とした手紙ですよ。ではコマジロウに渡しに行きましょう。きっと喜んでくれるはずです。ここにもなんか落ちてるよ。スタミナム。なんかこういう感じのちっちゃい神社というか祠というか、ああいうのちょこちょこあるよね。なんか街中に急に現れん、ああいうの。なんか外国の人はああいうの好きっていうよね。なんか普通に生活しよる街並みに唐突に神社が現れるみたいな。どこやっけ、こっちの方か。桜町町内から上の方に行ったらよかったよね。コマさんは出てこんのかな。ね、コマジロウは出てきたけど、もうちょっと旅に出とるっぽいしな。二人結構一緒におるイメージやったけど、今は別々なんすね。え、ここは通り抜けできない。大森神社の境内の中に入っていくまでに時間がめっちゃかかるんだが。あれかな、神社の中とかに運河駅はある感じかな。はい、持ってきたよ。神社の中入れんのか、ここ。おう、手紙持ってきてくれたぞ。持ってきたよ。コマさんの手紙を手渡した。もんげー、間違いないずら。兄ちゃんがくれた手紙ずら。ほんと、ありがとうずら。次から落とさないよう気をつけるずらよ。そうしてあげて。では、手紙に何と書かれているのか教えてもらえますか？わかったずら。前略コマジロウ、オラズラ、コマさんズラよ。田舎から出て、
わあ、わざわざ最初から読まなくて結構。要点を絞ってわかりやすく。ね。まあ別に手紙を読み上げてほしいわけじゃないもんね。ヒントが欲しいだけで。ズラ、兄ちゃん旅の途中さで、踏み切って人間の世話になったそうズラ。で、その人間にお礼として、神社であの鈴を渡すと約束したから。その人間さ来たら、兄ちゃんの代わりに渡しておいてくれって書いてあるズラ。へえ、妖怪を助けたりしてるんだ。おじいちゃんって優しいのね。手紙にあったあの鈴とは、門芸鈴のことズラ。妖怪が近づくと勝手に鳴り出す鈴ズラよ。なるほど。きっとその鈴が妖怪レーダーの元になるんですね。そうだ、お世話になったからおめえらにもあげるズラ。かわいい形、門芸鈴を手に入れた。でも私たちがもらってもいいの？踏み焼きって子にあげるんじゃ。あら、一個じゃないとかじゃない？ねえ、大丈夫。まだ鈴はあるズラ。だから気にせずに持ってくズラよ。コマジロはありがとう。ズラズラ。小学生ぐらいの時ってやたらなんかおばあちゃんからお守りとかそういうのもらいよったけん。ランドセルに常に何かしらのお守りがついとったな。なんかザ・お守りって感じのやつと、なんか可愛い袋モチーフのやつとか。綺麗、星雲のお守り。星雲の力が込められているというキラキラ光る不思議なお守り。大地のお守り。大地のようにずっしりと力強く全てから守ってくれる。星雲やな。見た目。ボーナスチャンス。はあ、割れたよ。それって割れて大丈夫なもんなんかな。命に支障はない？大丈夫？これでもうあの大森神社でのその部品探しは終了ってこと？ってことは次は銚子堂に行くんか。さっきなんかマーク左下の方に見えとったよね。そう、この町に出てきて左下の方に銚子堂、あれ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 、時計屋って書いてるやつや。ここから入っていったら早いんか。えい、あー、こういう景色めっちゃいいね。田舎ってね、まだ今ちょっと暮らしたいなとかいう気持ちまではいかんねやけど、なんか揉めてらっしゃる。小経験値玉。今はまだ便利な都会に、都会ってほどでもないけど、でも街中に降りたいなとは思うんやけど、でもたまに行く分にはやっぱ景色がめっちゃ好きよね。何の話してんの？あ、田舎の良さか？ちょ、子供が見てるよ。はあ、そこの二人、私のお父さんとお母さんなんだ。都会か田舎のどちらかに引っ越すかで喧嘩してるの。都会がいいです。あんな二人見たことないや。お姉ちゃん止めてきてよ。対決、都会 VS 田舎。過去の桜町でとある女の子の父親と母親が引っ越しは田舎か都会かで大喧嘩。大喧嘩。ありがとう、お願いだよ。これはあれだね、銚子堂とは全然関係ないやつやった。たまたま時計屋の近くにあっただけやった。まあこの場で解決できるやつかな。都会派お母さん、絶対都会に引っ越す方がいいわ。あなたもそう思うでしょ？まあ個人的にはそう思います。絶対に都会よ。まだ言うのか、田舎に決まってるだろ。そろそろ喧嘩はやめた方が。何？あなたには関係ないでしょ。そうだぞ、口を挟まないでくれないか。はい、子供が困ってるから。はあ、子供の前で大人げない方たちですね。ん？アイナちゃん、なんだか妖怪の気配がしますよ。倒せばいいのか。おお、こいつらか。あんたはいつもいつも頑固にも程があるわよ。何を言うか、お前が口うるさいだけだろうが。お、西欧館とついでライオトンっていうのがおるんや。初めて知ったんやけど。西欧館は知っとったよ、ずっと。出てきよったもんね、今までのやつにも。もしかしここは夫婦なんかな。あれは西欧館とライオトン、夫婦の妖怪ですね。あれか、あのね、やった？この坊のと
何やった誰やったっけ、ドンヨリーヌやっけ、あれみたいな感じや。妖怪の夫婦結構おるんやな。夫婦というか喧嘩してない？この妖怪たちの夫婦喧嘩がそのまんま人間に投影されている。はい、そのようで、その影響で女の子のご両親も喧嘩し始めたみたいですね。でもあの2匹は妖怪の間でも有名なおしどり夫婦のはずなんですが、あれ、また妖怪の気配がしますよ。もしかしてこの妖怪夫婦に影響を与えている妖怪がさらにおるってこと？おい噂をすればやん。なんだか気分が乗らないわ、ポポジョアン。うわ、また妖怪が出てきた。あれはドンヨリーヌ。なるほどなるほど、彼女はその場の空気をどんよりさせてしまう妖怪ですね。どんよりというかピリピリしてますけどね。ドンヨリーヌがここにいるせいでややこしくなってるってこと？はい、そのようで、妖怪同士でも影響出るんや。どうしよう、ウィスパー。3匹とも話を聞いてくれそうにありませんし、力ずくで解決しちゃいましょうか。強引だな、ウィスパー。時にはこういうことも必要なんです。それではいきますよ。妖怪同士でもなんかそういうのが作用してしまうってなんか大変やね。でも協力してこっちに立ち向かってくるんや。あと妖怪同士やったらさ、なんか友達やったりとかするやろうに影響を考えんといかんのや、友達付き合いに。大変。あ、ジュファニアの体力が危うい。地味な一発。これさ、奥さんがやられたら旦那がめちゃくちゃ力発揮するとかそういうのない？大丈夫そう？なんかたまにあるやん、ゲームでさ、なんかここを先に倒してしまったら後がなんかパワーアップしてしまうみたいな。待って、お祓いしとこう。こすれこすれー。よし、お祓い完了。待って、あれは回復か？性おかんのやつ、おふくろさんの愛、こっちへの攻撃か。いや、回復っぽいな、なんか。待って、ピン刺したいんやけど、めっちゃ。よいしょ、OK。 なんか誰かやられとんやけど、誰？ジバニャン。ジバニャンやられてる。待って、お祓いしとこう。誰これ、誰のお祓い？あれか、カトノリ親方か。はい、技 OK な子たち、どんどん出してけ。まだ誰もやっつけれてないよ。でもなんかみんな超どんよりしてる。超迷惑やん、どんよりの味方にまであんな。カトノリ親方またなんかどんだけだよ。超ラッキー、やった。そんなことがあるんや、初めて見たかも。やっぱなんか、うぃー、やられている。なんでわざわざせんなったんか、やっつけたんかと思ったらやられとった。そう、はい。あ、ドンヨリーヌ一番倒したんやってことは、もう、いや、ドンヨリ効果はあるんや。そんな効果だけ残していく、迷惑だな。あとはこの夫婦か。夫婦強くね。いや、もうジメリンボーとか最悪やん。ねえ、水系とか妖怪ウォッチにはないんかな、別に。ポケモンじゃないけん。待って、みんないない、やばくね。いや、やばいって、普通にやばいって。だってあと2体おるよ。あれかな、レベルが足りんかな。レベル15必要って書いとった。はぁ、地味。無理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 、ひもじいだけじゃ無理やって。だって攻撃技を持っていないもの。みんなみんな、一応夫婦の貫禄。そう、真ん中のドンヨリーヌだけやったか。時には負けてしまうこともありますよね。ドンマイです。もう一度気を取り直して戦ってみましょう、ウィス。あ、とりあえず時計屋に行こう。これって
あ、とりあえず回復はしとんやね。おや、レベル足りてねー。まあまた今度